はいどうも、カッパ延長グッズ第5弾販売開始のお知らせです。7月3日までの期間限定販売となっておりますので、お早めにどうぞ。はい、えー、カッパチームのカッパ延長です。じゃこの動画では、えー、と、まあ、日本のこのコロナ対策、コロナ対応、まあワクチンとかその他諸々ですかね、のお話ですかね。えー、と、まず最初が沖縄、 えー、大規模クラスター発生に、ね、この沖縄県が隠蔽工作を指示して、ね、この公表を阻止していたそんなことが発覚しちゃったんですよね、えー、とクラスター沖縄県が非公表指示か、えー、17人死亡の病院県は否定しているとはー、えー、と沖縄県立中部病院、まあ、ウルマ市ってとこにあるらしいんですけどもが1日記者会見を行い 新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生し患者と職員合計51人が感染17人が亡くなったと発表、えー、病院側は6月に会見を開こうとしたが県から開催しないよう指示があったと説明県側は公表を控えるべきだとは一切言っていないと、ね、否定しているらしいんですけどもねへえ病院によると5月12日から別の病気で入院していた患者のコロナ感染が判明 えー、5月下旬には院内感染とみられる新規患者が多数発生したため、玉、え、城、ー、院長、なんか知事とは名字同じみたいですけど、別な人ですね、院長の方ですね、都が6月上旬、事実説明のための会見を11日に開く許可を県に複数回求めたところ、県からは会見を取りやめるようにという話があったと。 委員長が言ってるんですねなので、病院はあ10日、感染規模は知らさず、あ、知るさず、クラスターの発生だけを伝える発表文を出したと。で、県の担当者は、会見するなら県の幹部が出席するとメールで送ったつもりがあ、止められたと受け取られてしまった。今後はコミュニケーションの在り方を改善したいと釈明していると。よく言うぜ。<laughs> 完全にただ、らばっくれてるだけじゃないですかね。うーん。 で、今度また別なお話で、こ、え、のー、マスコミですかね。えー、マスコミが、えっ、ー、と、なんていうのかなあの。なんでこのワクチン接種への不安を煽り続けているのかっていう、その本当の理由みたいな。えっ、ー、と、最近のマスコミの報道を見ると、ワクチンへの不安を煽ることが増えているように見える。最初からそうですよね。<laughs> かつてコロナへの不安を煽っていたマスコミは、や今やワクチン不安を煽ることにその姿勢が引き継がれているかのようだと。えー、と、何だろう、これ記者のなんか個人的な経験、体験談みたいなのが続くのかな。えー、と今、今年4月にワクチン寄避、えー、に関する調査を行い、その結果を5月に公開、えー。調査では20代、30代の若い世代にワクチン接種をためらう傾向が高いこと。 えー、それはワクチンへの不安と関連があることなどが明らかになった。そして、その結果をもとにどうすれば若い世代に正確な情報を伝え、ワクチンへの不安を小さくすることができるかの提言を行った。えー、ワクチン接種が順次、若い世代へと拡大されていく中で、この2、3週間、この調査結果を紹介したいという、えー、テレビや新聞の取材が増加した。それはありがたいことだが、一方で、調査結果が私の意図として反して使われることが相次いだ。 例えば、6月20日のアベマ的ニュースショーでは、若者のワクチン不安を紹介するコーナーで私の調査を紹介していただいた。しかし番組を見た私はその後の展開に唖然とした。 MC を務める千原ジュニアさんは冒頭、副作用、えー、言葉がちょっときついイメージがあるから、ちょっと柔らかい今まで誰も使ってなかった副反応にしとこうねって、なんか変な力働いてないって、えー、若い子はどっかで感じてんじゃないのかなと唇を切った。 その場にいたゲストも口々に私は打ちたくない派ですね。逆に打って、えー、なんか死ぬんじゃないかと思っちゃうとか、特に女の子の場合って不妊とかって噂もあるじゃないですか、などという意見を述べていた。ね、彼の副反応という用語に関する理解は初歩的な誤りがあるし、死ぬとか不妊とかいう噂に基づくショッキングな発言に対しても、専門家によるフォローや科学的情報の提供は全くないままだった。 えこうして出演者が口々に不安を述べそれにうなずき合ったままコーナーが終了結局私の調査はデータを見ても若い世代でこんなにワクチンの不安が高まってるみんな不安だよねというようにワクチン不安を煽るような使い方をされてしまったのだとまあなんかそんな話ですね さてじゃあまず沖縄の方から。いや、これはありえないでしょう。ね。うん。まあ分かっててあえて突っ込むならばね、この沖縄タイムスと琉球新報とか何やってるんですかね。うん。まあ報道しない自由の行使なんですかね。 うん、これもうさ、なんだろうな、この、まあこの前任者のこのオナガ知事、まあ今のこのデニーさんなんかでね、なんかもう沖縄って別世界のように感じちゃうのは気のせいなのかな。うん、だって前もこれやってましたよね、このクラスター隠し、沖縄って。 なんか沖縄県内で発生したクラスターが86件。4割非公表ってなんかそう暴露されてませんでしたっけ今年の1月ぐらいだったと思うんですけどもね。理由言い訳としては個人情報に配慮みたいなこと言ってんですよね。うん。だから結局ね、こうやって地元メディア、ね、このね、あのタイムスなんかもそうですけども。やっぱりこのね、デニーさんの用語ばっかりしてるからね、安心してこうやって情報隠し何度も何度も繰り返すわけですよね。うん。何やってんですかね、本当なんでこの人知事やられてんだろう。 <laughs> うん、そう。だから結局ね、沖縄ってほら、感染者数多いじゃないですか。ね、でも、このマスコミなんかは、この知事のデニーさんを批判しないですよね。うん、要はいつもの、この自分たちが都合の悪いことを隠している、ね。相手もやってるに違いないってい、そういうことですよね。言いたいのはおそらくね、うん。これ実際原因何なんですかね。観光で持ち込まれたりしてるのかな、これ。うん だから、あれでしょうね数ヶ月17人じゃなくてね、ねこの一月でっていうことでしょだとしたら相当な数じゃないですかね。うん。ただ沖縄にね、なんだろう、この、なんか同情ではないんですけども、その観光客、ね、あの、観光客がまあ持ち込んでるってのも絶対あると思うんですよ。どの程度の割合かはわかんないですよも。 結構高いんじゃないかなって思うんですけどね。誰かなんかそういうデータとか出せないのかな。多分出そうと思えば出せるんですけど、沖縄がそれ出さないのか。なんか観光客がね、やっぱりこうやってコロナ持ち込んで、沖縄県内でコロナ撒き散らすもんだから。要は他人のところの医療に迷惑かけるなよって。沖縄生まれ、沖縄育ちの沖縄在住の人たちはみんなそう思ってんじゃないですかね。で、本来こうやってね、公表しなきゃいけない。伝えなきゃいけないことをマスコミは隠し、ね。 で、逆にこうやってね、不安を煽るようなデマは拡散するんですよね、積極的にね。うん。なんだろう、事実を報道するのは拒否してね、ね、えー、科学的な根拠も何もない不安は積極的に煽るとか、もうマスコミとかもう丸ごと存在意義ないよね。こんな害悪ばかり撒き散らしてさ。うん。 結局視聴者をね、不安にすることがね、できれば何でもいいわけでしょね、それがたとえ嘘でたらめでも何でもいいわけじゃん。まあ、言ってることやってることがもう全然完全にあの国のあの人たちと全く一緒だもんね。うん。だって医療関係者がね、ねワクチン接種してるのにそれを無視して煽るってのがもうおかしいじゃんだって。うん。 まあ結局あれかな。なんかほら、あの、かつてのこのね、あのワクチンを潰した成功体験っていうのかな。これが多分忘れられないんでしょうね。味しめてるわけですよ。うん。確か、アベマなんちゃらってこれテレ朝系だってしたっけ確か、確かそうだと思うんですけどもね。うん。まさにお前が言うなですよね。うん。相変わらず、相変わらず嘘でたらめ、ね、ガセ、ね、デマ、拡散してるんですね。うーん。 まあでも逆に言うとほらね、我々なんか、このね、あのー、あなたもそうだと思いますけども、このオールドメディアの言うことをいちいちね、うん、なんか真に受けるのもバカバカしいっていうのが正直あると思うんですよ。うん。ただやっぱり一部ね、そういうの信じちゃう人がね、ゼロではないからね、だからこう、厄介なんですよね。うん。 だからまあ、彼らがやってることはもうワクチンを打たせない。ね、狙ってるのはね、ワクチンをまず打たせないようにする。で、まあ、当然感染者は増加し続けるじゃないですか。当然亡くなる方も増え続けますよね。で、要は政権批判から政権打倒につなげたいわけですよね。わかりやすいですよね。うん。まあ、とにかくね、えー、世間に波風を立ててね、騒ぎ立てるのがもう仕事になっちゃってますよね。この反日マスコミ界隈はね。うーん。 まあだから逆にね、あの、まあもう多分ほとんどの日本国民がそういう受け取り方だと思いますけど、マスコミが誘導しようとする方向とは反対をいけば正解ってことじゃないですか。ですよね。うん。だからあのオリンピックの話なんかもそうですよ。だからこのワクチンのね、えー、話もそうなんですよね。うん。だから要はあれですよね、昔からそうか、そうなんですけど、このマスコミの人たちってやっぱ独善的ってことですよね。 自分たちは何も悪いことしていない。自分たちこそが正義。そんなね、えー、要は上から目線の偉そうに踏んどり返った感じ、ずっと続けてるわけですよね。うん。だから本当だったら賛否両論っていう、うん、話じゃないですか、このワクチン接種。いや、別にね、ワクチン接種したくないっていう人についてどうこう言うつもりは僕はないですよ。ね、マスコミはね、接種しようとする人をね、なんか頭がおかしい人みたいな扱いしてますけども。ね。 いや、摂取したいっていう人もいれば、したくないっていう人もいてど、当然どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、ね、それぞれ好きにすればいいんですよ。うん。ただ、マスコミはね、このね、うん、否定をね、やたらとこうね、この不安を煽って、そこだけ強調してくる。ね、これがおかしいでしょって話ですよね。うん。まあ、でも、その商売で言うと、 まあ人間ってほら不安になりたがる生き物だったりするじゃないですか。だから不安は煽った方が、例えば物はよく売れたりしますよね。うん。だからまあ結局ね、マスコミなんかもほら、ね、商売だからさ、こういう話をするわけですよね。うん。いや、他のことについてはね、ま、うん、あ誰にもほぼほぼ相手にされてないから好きにやりゃいいんですけども、ワクチンの場合、人の命がかかってきますからね、うん、ガセ情報とかデマ流すんじゃねえよって話ですよね。うん。 まあ、なんだろうね。今更言われてもね、もう2回目接種ね、えー、して何ヶ月か経つっていう人も出てきてますからね。今更不安を煽られてもどうしようもねえよっていうね、そういう状況もあるんですけども。まあ、とにかくね、相変わらずのマスコミってことでしたね。ということで今回は以上ですありがとうございました。ではまたごきげんよう。